しません。守るものが耐え苦しみを初めて知った。それにしても今は人という生き物の定めが分かって困っているんだ。ここへ来るまでは雷神になって尖ったナイフであなたの全てを守り通す役目を司るつもりでいたのに。